久保です。マイニューホーム、やばくね、やばすぎだよ。最高だよ。ありがとうございました。またお待ちしております。おはようございます。Welcome. Alright, 着いた。なんかあれだね、ちょっとさ、ハワイの空気がマッシュ越しだと分かんないのよ。そうそうそう、到着した時の。ここ？ああ。日光駅。着きました。到着したよ。秀樹くんも来てくれたよ。始まるよ、これから12日間。はい、新しい企画始まります。これもともとのアライバルロビーで。そうだよね。そうで、誰もいないじゃん。うわー、怖。そうそう、ここまで行けなかった。そう、そしたらね、掃除のおじさんが教えてくれた。ああ。ほら、エアポートも全然人がいない。到着ロビーもビジターの数よりセキュリティとか従業員の数の方が多いみたいな、そんな感じでした。ただいま、ただいま、ただいま。帰りを帰りから。2週間お世話になるバス君です。懐かしいな。ね、よく行ってたもんね、これでね。一緒に。元気、相変わらず。元気元気。よし。会長。会長。バッチリ。素晴らしい。うぇい。元気元気。レッツゴー。主導主導。フル主導だよ、フル主導。最高。最高だね、やっぱ。空が。どこですか、これは。ちょっと戻ります。いきなり到着後に連れてこられたのは便器屋さん。パーキングエリアです。来ました。おお、便器。うお、すごいね。あ、ちなみに今ピックアップしたのは今日から泊まる部屋の便器だそうです。便座じゃない、便器そのものだよ。玉城マーケットに止めれるんです。チャーチ。はい、突然ですが玉城マーケットに来ています。2017年18年ぐらいにですね、幻のウニ丼を食べようっつって秀樹くんとその時も来たんだけど、ちょっと究極のウニ丼を作ろうと思ったんですけど、
その時はたまたま売ってなかったんだ。No more this week。ないです。なので今回リベンジですね。ちょっと見に行ってみよう。3年越しぐらいのリベンジ。いきなり飛行場から着いて超ローカルなところにやってまいりました。マスクをしていざ玉城マーケットに行きます。潜入ある。やったよ。マジで？やった見つけた。ついに見つけた。奇跡だ。やったね。これが25ドルです。ちょっとグラッと回っていい？今日おすすめ、おピヒができるんです。おピヒ、日本のトコブシみたいなやつなんだけど、ちょっと違うけどね。はい、はい、Can we get a pound of おピヒ。めっちゃ酒のつまみ最高。酒のつまみ、うん、はい、なあ、That's it, thank you。 すごい。ここはね、なかなか日本人観光客は来ないからね。知ってると得ですよ。ちょっとアクセスがね、そうね、大変かもしれないけど、そうそうそう、ちょっとアクセスが悪いけどね。怖い。めっちゃうまい。4136。いやー、ゲット。ゲットしましたぜ。はい、ここなかなか手に入んないんだ。よかった。飛行場ついていきなりだからね、これ。初日。初日まだ10時45分でつまみを探しに来てる。出てきて1時間経ってないじゃん。便器を拾ってからこれだから。そう、どういうどういうハワイ。最高な始まり方。いいですね。いきなりテンションが上がったね。いきなり上がったね。最高ね。お仕事が一つあります。トイレはつけられないよ。それはでで見つけた。すごい、見つけた。移動にするか。見つけたね。いや、残り1個だってね。やっぱり火が積もってるな。やっぱいいよね。やっぱ今1個食べてみる。え、味がどんだけしよう。なるほど、うん、ちょっと醤油なしでね。いただきます。一個味見ということで。うん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 、これだけだとやっぱり生、うん、あ、でも、あ、奥からふわってするクリーミーな感じがする。でも生臭さがあるね、うん、なるほど。塩気は足りない。足りない、うん、これがどう化けるかね。化けるからね。水を、海水を抜いて、そう、塩振るの。これ全部キッチンペーパーの上に1個ずつ並べて、で塩を振って、うん、で1日ぐらい寝かせる。で、中の水分と臭みを抜くっていう。やっぱ臭みが抜けんだね。そうそうそう。そうするとね、うんうん、もう抜群に味がガッと上がるから。めちゃめちゃ楽しみ。もう痛風必至です。これは楽しみ。また後日。これエヴァンさんのやつで、そこがもう海じゃん。割れてんじゃん。割れてる。すごい。めっちゃ綺麗やね。マイニューホーム。教官の家。やばいっしょ。便器持ってたよ。便器ピックアップする。ニュー便器。あっ、遅いよ、気づくの。いらっしゃいませ。イエーイ、お疲れ様。
めちゃめちゃいいじゃん。こんなところ。しばらくお邪魔しちゃいます。そしてトイレシャワーもあるけど、便座がトイレに入っているっていう。なるほど。うわ絶景だね。ダイヤモンドヘッドね、あれね、ダイヤモンドヘッドのいつも普段ワイキキとかから見る逆の景色。おお。ちょっと大きい、そこにさ、あのクジラが来る。見れるチャンスも。おお。うん。せーの。よいしょ。取れた？取れた。おお。あの。匠たちがビフォーアフター、床が見えるよ。下が見える。そして臭い。今何をしてますか？え、便器交換ですけど、何かなんとかなるもんだね。すごいね。そう、たくましいよね、やっぱハワイはね。本当だよね。何やってんだよって。これ飛行場から着いて持ってきた便器がここに入りますね。外すよ。はい、便器運んでます。便器運んでます。でもちょっと、あ、これでいいのか。行くよ。うおー、これだ。これがハワイについて5時間目のこと。はい、ちょっとだけね仮眠を取って、今から大好きなビーチ、ダイヤモンドヘッドに向かうんですけど、家最高でしょ。池澤夏樹の貝マナヒラの家かな。まさにそんな世界です。今ここにいるのはどうだろうね。どんな映像がいい。ツートーンも欲しいよね。ツートーン欲しいね。うん、じゃあ若干上か。いいんじゃない、いいんじゃない。オーケー。じゃあこれでセット完了。セット完了で、スタート。はい、スタート、参りました。オーケーオーケと、何時間後ですかね、これ。私の何時間経過？5時間、6時間ぐらい。5時間ぐらい。うわい、朝のウニがこんなに水分がある。おお、ちょっとめくってみていい？いいよいいよ。どうなるどうなる？先ほどのシャバシャバのウニが、おお。おお、すごい。ちゃんとしっかりした形になんだね、このひと手間が。ね、あ、そういうことだ。おいしいにつながる。今だいぶ水分出てるから、さらに。いや、ついた。全部？全部沸騰。全部下に行けるこれ。マチャキ。マチャキ。逆マチャキ。行くぞ、逆マチャキ。てってれん。共同作業。逆マチャーキって言って分かる人いないからね。俺ぐらいしかいないからね。そうだね。君と太陽さえあれば笑顔でいれる二人でレッツプレイ、そしてサーフオールデイ。やってきましたよ。一番世界一の海ですね。
な。飲んでんな。あ、エマちゃんよ。あ、本当だ。痛いじゃん。波あるよ、ほら。でかっ。やば。いきなりでかいよ。ちょうどいい、ちょうどいい。止めるとこないね。ちょっとそっち行ってみろ、もう一回。ここ OK だね。うん、大丈夫、大丈夫。せー。すげえな。今日到着したんですけど、私久々のロングパドルがね、アウトサイドまで。これに慣れるのに3日ぐらいかかんだよな。本当は初日からか。いいね、上等だよ、はい、上等だよ。へい、行くぜ行くぜ、チャック。わあ、めちゃめちゃいいじゃん。何これ、いきなりクリーンヒットだよ。ここはですね、ダイヤモンドヘッドのクリフスと言います。場所はこれ裏がね、ダイヤモンドヘッドなのよ、これね、ダイヤモンドヘッドの、うん、側面かな。でその真下のところをクリフスと言うんですけど、クリフっていう名の通り、崖をずっと歩いていくとたどり着くことができるポイントなんですね。ちょっとサイド気味なんだ。そう、サイドオフだね。ここね、この崖が腰をやるポイントなのよ。興奮しすぎて腰をやる。昔の感覚で降りると海に入る前から体がやばくなるっていうジンクスを何回かやったことあるんで。クリフスはですね、ローカルと同じ動きをしないことがポイントですね。しかも今日ついてるからね。今朝ついて便器を取りに行って。便器運んでます。変な一日です。もうすでに。いやー、やっと。すごいでしょ。同じ一日でもオフィスで一日終わるのとこういう日もあるわけだ。同じ一日だからね。よし。来た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 、帰ってきました、帰ってきたよ。イエーイ、戻ってきた。やばすぎる。よし、行ってみよう。うわ、まずはここから10分ぐらい沖までパドリングします。気持ちいい、水もあったかい。ちょっと風が強いから流れはそれなりにあります。取れたよ。そっちは？マジで？いいね。ポイントは風がね、トレードウィンドが結構吹いて、あの強いサイドオフになりがちなんですね、レギュラーの波が特に。なので一旦しっかりボトムまで降りる、それができると意外と行けたりします。意外とすぐ右に舵を切っちゃいがちなの俺なんか。
でもそこを耐えて降りていくとちょっと新しいレベルに突入できるんですね。心並みは。ファーストデー1ラウンド終わりました。めちゃめちゃ良かったね。良かった。すげえのが撮れた。いや楽しかった。そしてこれから、波が上がってくるということで明日に期待だね。とりあえず初日は生き延びたってことで、これからエヴァンさん家で、じゃあ一旦ここで、また明日。いや便座から始まったとは思えない。ハワイの海が懐かしすぎて海水が美味しかったもん。甘かった？甘いね。ちょっと甘かった。甘いね。パクセロイ的に言うと甘い。パクセロイ。甘いです。甘いです。甘いです。ちゃんと生きた証拠だよね。今日も。あと11日、明日から本格的な撮影が始まります。楽しみ。今日も夜は企画会議です。真剣な大事なね、真剣な企画会議。これからも占う、これからも占う。こうやってこうやったら自分になる。ほらはっはっ、すげえ。はーい。おー、お疲れ様。いやー、すごい美味しそう。